どうもくまちゃんです。ゆみちゃんです。今日はですね、これ、はい、デンハム、はい、デンハムレイザー1ヶ月半told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5 and I've been working after work since last September working after work, yeah. I stay up late on the weekdays I never tell when we say どうすか、育った？私はほら、あ、お尻はね、あの財布がいい感じ。財布落ちてきた。うん、うん、味の素もいい感じで、めっちゃ、うん、ね、うん、昨日また乗り付けしたんですよ。そうだね、前、え、前1週1ぐらい乗り付けしてるよね。うん、週1乗り付け。でも見て、これやっぱりさ、右と左比べるとさ、やっぱ左の方がさ入りやすい感じしてることない？やっぱりもうさ、すでに左の方が入れやすいなっていう感じしますわ、うん、結局なんかこうやってやってこういう感じでこすったりしてるけどさ、うん、こっちはほら、でもうこの段階でこうデコってすらならんっていうさ、うん、そうだね、ね、こっちの方がやっぱりなんか折り目がつきやすいっていうか、なんかシワになりやすい感じがするんですよ、うん、左の方が。もうこすった後すぐ手洗ってって言われるもんね、うん、いい感じなんじゃないですか。これセーター珍しくない？うん、セールで買った。セールで買った2万円のセーター。3万円あ、3万円だっけ。あ、そう、2万円の予算なのに1万増えたんだ。そうだった、セールなのに3万円もした。元いくらやねんって感じ、ね、元よく、あー、もう恐ろしいわ。でもこれ良くない？これ軽量、うん、ね、そうだね。アルパカ、ちょっと雰囲気違うでしょ。アルパカ、いいお父さん、お父さん、うん、いいお父さん、お父さん風車って感じ。なんでいい取り消したの？だって、だってドローン買うとか言うからいいお父さんじゃない。言っただけやん。昔から言っとるやん。しかも、そうやね。ダメ。ドローンで GoPro なくした天下があるから。みんなこれさ、ボタン一つで帰ってきてくれるやつにしよう。やだ、それ高いから。これちょっとこっちだけ。うん。ね、このベルトもいいでしょ。うん。これも革だらけ。革だらけ。でくすみさ。うん。しかもね、ベージュ。この色。このばっかり。やっぱなんかぬめ革っていうかナチュラルな色が好きなんですよね。これ1ヶ月半だよ、うん、で実質3倍だから4ヶ月半ぐらい履いてるぐらいのエイジングは見せとると思うんだよね、結構、うん、本当にだって汚いもんね。え、でも俺マジで、ま、本当に毎日ファブリーズしてるよね。いや、でも汚いって。休みの日は天日に干してる、ね、でも汚いって。アルコール消毒して天日に干してるよね。でも汚いの。よし、じゃあちょっと脱いで撮影してみましょうかね、はい。素晴らしいんじゃないかな。ほら、で、これなんかなみなみのシワができた ね。パッカリングも出てきました。ほら、パッカリングはね、これ結構ダメージっていうか、なんかこう濡らしてさ、うん、こうなんかハケとかで濡らしてね、こするともうすぐできるんだって、こういう当たりって、うん、そういうことはやってないけど、まあ、自然になってくるんだよ、こうやって、うん、ほら、これやっぱり斜めになってるでしょ、うん、素晴らしいな、いいね。なんかさ、でもそのうちマジでさ、これさ、破れそうじゃない？見て、破れそうな気がするよね。ほら、これハチナス、素晴らしいんじゃないですか、ね、財布が一番つけるの。財布すごいね、これね。いや、でもこういうあたりちょっとかっこいいね。なんかさ、あの携帯の後ってちょっと賛否があるっていうか、なんかこう、え、そうなの、どうなんていう感じし、わからん、そんなことない、
で携帯壊れそうな気がするし、携帯のさ大きさが変わったりしたらあれや。いや俺も今これアルミの、ほらこれこんな感じです、ね。女子は基本そんなの、うん、これ見て、ディンハムマークもかっこいいっすよ、うん。うん、いいんじゃないですかね。いいんじゃないですか。うん、いいわ。じゃあ今日の嫁ちゃん。はい。今日の嫁ちゃんです。はい。今日なんか今日暖かいねなんかね。暖かいね。日差しが今年暖冬なんでしょう。暖冬でなんか鍋の材料が売れんで安くなってるってニュースってやっとった。え、そうな。白菜とかが、うん、売れんの、売れなくて安くなっちゃって、そう、農家さんは嫌なんだって。もっと寒くなってほしいってこと。そう。え、白菜冬しか食わんなんてことなくね。でも白菜でも旬は冬やもん。あ、そうな。うん、年中出てるけど冬が旬なんです。あ、そうなんや、うん。収穫時期が冬ってこと。そういうこと。あ、そうな。美味しい時期が冬ってこと。うーん、あ、ちょっとさ、早く100均行こう。なんで？今日さ、あの赤ちゃんのさ、お食い初めの準備でさ、うん、ヘアバンド作りたいんだよね。100日？そう、100日、お食い初めするからさ、うん、はいはい、飲みに行きます。はい。では、チャンネル登録と高評価お願いします。はい。